for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. Yahoo!皆さんこんにちは、ジュリオです。はい、今日はまたまたみんなでドライブしてまーす。ジャックマイまーす。めっちゃくちゃ暑いです。今日はこんなに暑くなると思ってなかったんだけど、今日はね、どこに向かってるかというと、ジャックくんのちょっと2ヶ月遅れになっちゃったんですけど、3歳のお誕生日旅行に今みんなで向かってまーすイエーイ。めっちゃお天気最高で、今回はやっぱりジャックってすごい走るのがね大好きなワンコなので、この子はちょっとジャックがめちゃくちゃたくさん走れるようなホテルね、そうジャックにぴったりなホテルを見つけたので、今日はそこにね1泊2日で泊まりに行きたいと思っています。楽しみなんでしょう、ここ早く行きたい早く行きたい。ということで、まずねホテル行く前にみんなでね、ワンちゃん OK なところでランチしてからホテル向かおうかなって思ってるので、ドライブして向かっていきます。行きます。来ました。ちょっとだけお散歩してからレストランに入りたいと思います。はい、こちらになります。ふくみカフェ。ヤシの木がかわいいね。で、こっちのテラス席がねワンちゃん OK になっていて、なんと奥にドッグランもあるみたいです。マナーウェアの TVCM が撮影されたんだって。よく見るよね。ねー、ありがたい。この服があるので、ドッグランがすごい。後でご飯食べ終わってから遊ぼうかな、軽く水なくなっちゃった。ナイル君、小屋さんの下にいるの。いいね、マナーウェアの CM できるんじゃない。マナーウェアっ てつけてます。君たちもね、つけてんだよね。すごい気持ちいいですね。ちょっと暑いけど、あ、お友達来たかもしれない。いい子にね。なんかテラス席のとこもビニール貼られててね、なんか冬とかを閉じてくれるらしい、書いてあった。だからちょっとあったかくいられるし、夏はちょっとだけ涼しくいられるっていうか。今日暑いけどね、風があるから気持ちいい。友達来たからシュッとめっちゃ降ってるんだけど。じゃん、自家製レモネードにしました。乾杯。美味しそう。レモンがなんか煮込まれてるんだって。あー、酸っぱい。美味しい。じゃーん、美味しそうなピザが来ました。これはペパロニと3種のチーズのピザです。結構熱いね。いい感じ。私の好きなタイプです。最高です。いただきます。わお、わお、すごい。うん、うん、美味しすぎる。アメリカのピザに近い。チーズもたっぷり。ペパロニも中に入ってる。皆さん、中に。うん。おいしいし。アメリカのピザが好きな方は食べてみてください。じゃーん。なんか投稿インスタグラムとか見たら、結構みんなパンケーキを載せてて、パンケーキ美味しいんだろうねと思って、チョコバナナパンケーキにしました。2人とも大好きなチョコバナナです。すごい熱い感じで、これも美味しそう。ドッグランです。ドッグよ。はい、みんなでご飯して今出てきたところです。で、今からここのね、今のカフェから車で30分ぐらいでホテルに着くので、そちらに向かってるんだけど、
もうね、私が多分一番楽しみにしてるんですよ。もうとってもいい感じのホテル見つけたから楽しみ。でもちょっとまだ暑いからお外あんま出ない方がいいかもしれない。ちょっとね、さっきドッグラン走ってたけどちょっとあまりにも暑すぎたから、ちょっとお部屋でゆっくりしたりして、夕方頃ドッグランでたくさん遊んだりしようかなと思っています。ということで皆さんも楽しみにしててください。向かいます。Likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as a sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. はい、ホテルの方に着きました。なるくんも抱っこでお届けします。すっごい綺麗なホテルだね。すごいです。今から軽くルームツアーしていこうと思います。はい、まず玄関入るとこんな感じの景色が広がっているんですけど、じゃあどっちから行こう。あ、まずじゃあリビングルーム。じゃーん、小江さんとジャック君がいます。やっほー、すごい広いソファーだね。うん、で、あ、これね、チェックインの時に用意してくれたカステラと美味しそうな緑茶があります。小江さん飲んでてね。はい、で、ここをまっすぐ進むと、わー、ベッドルームがありました。すごい、ここでさ、朝目覚めた時にさ、外が見える。すごい綺麗、すっごい綺麗。で、戻ります。タク、ヤッホー。はい、みんなで行こう。はい、探検探検。こちら、もう一つのベッドルームになります。見て、この奥の景色すごい、グリーンが広がってる。で、こちらに来ますと、はい、おトイレがありまして、こちら逆側のクローゼットを開くとワンちゃん用のセットがいろいろ置いてあります。めちゃくちゃこれはね、ありがたい。よかったね、覗いてるめっちゃ覗いてるじゃん。危ないよ。で、奥に来ますと洗面所になってます。お、小江さん、やっほー。で、めっちゃ綺麗、このシャワールーム。シャワールームですね。で、なんとこちらお外に、わー、露天風呂です。すごくない？わー、あ、声が響く、やばい、大きい声出した。やばくないですか、この広大な敷地。ここはもう全部ドッグランになってるから、ジャックとノエルは、え、え、何の声、なんかさ、すごい声するんだけどはい、こんな感じのホテルになってます。夜はね、バーベキューするの、あそこで。すごーい、わー、ジャック、どこ行く、どこ行くの、ジャックくん。意外と近場にいる。わー走ってった、ジャック、端っこ行ってるんですけど、ノエル、行くよ、はいはい、いっぱいお水飲んでください。すごいちっちゃいのに一緒に飲むのいただきます。乾杯。美味しい、気持ちいいね。どうですか？いや、最高や。想像より広い。想像より広い、こんなとこなくない？すごいよ。プライベートドッグランだからね、これね。ノエル、いっぱい走ってきていいんだよ、端から端まで行ってきたら。ジャックも走って、ジャックでもめっちゃ走ってたよね。めっちゃ走ってた。ノエルもまあまあ走ってたよ。走ってた。いいね。今日はここでバーベキューします。明日の朝ごはんもここなのかな。そう、まあね、そうなのね、天気によるから。雨かもしれないもんね、うん、部屋でも全然雰囲気。ノエルくん、山にね、響き渡ってる君の声知ってる？じゃあ、はい、どうぞ。はい、
い、お披露目しますか、ワンを。ナイルジャックです。ナイルジャックにも今おやつあげてたんだけどね。食べたでしょう、もうおねだりしてんのかな。食べたよ。はい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 、おいしい。カステラ砂糖が大きくザクザクついてる。あ、そう、いいね。今んとこ動物はいないけど、うん、さっきすごい声聞こえてなかった。聞こえた、なんか鳥の、アフリカの鳥みたいな。いさあれ鳥？わからん、すごいよね、叫び声が。初めて聞いた声してて。うん、みんなでじゃあゆっくり遊んで楽しもうね。にゃーん、あ、最高。揺らして、揺らします。やばい、ひっくり返んないよね。これさ、これ寝ちゃうよ。ジャック、ここにいるの私。ジャックもやりたいの。はい、あ、最高。これあの夜にさ、うん、星見ながらやるの最高。揺れるのが正解なの？違うの？いや、あんま分からんけど。あ、うん、いい声が聞こえる。ハンモック中。ナイル君は探検してます。じゃあ本日の夜ご飯が来ました。すごい豪華だね。すごい。これからこれでバーベキューしていくんだけど、お肉もあります。これがなんだっけ、この辺地元の鴨川かな、鴨川さんのなんとか牛だし、ここまで覚えてない。英語のサーロインっていうの、英語和牛みたいなね。すごいね。すごい。でお野菜も今朝取れたらやつって言ってたよね。言ってた。すごい。それがお野菜が鴨川かな。ちょっとこっち覚えてないわ。ちょっとごめんなさい。こちらのねマグロもね、この辺で今朝取れたものって言ってました。でこれアヒージョ、カマンベールチーズアヒージョはここで温めて、このパンも一緒に温めて乗せて食べるみたいな感じになっていて、なんとこちらクラムチャウダー。そっち見えるかな。ご飯、はぁ、土鍋ご飯、すごい、めっちゃ豪華。豪華、全部食べきれるかちょっとわからないんですけど楽しんでいきたいと思います。ジャックとノエル君もちょっとだけお部屋で休憩してね、ちょこちょこ自由にさせてます。いい感じです。いい感じ。食べよう。いただきます。塩コショウ、まあお塩でいいと思う、うん、すごい電動。どこ押すの？一番上か。一番上。え、すごい。いただきます。どうぞ。いただきます。うん、うん、柔らかっ。クラムチャウダー、うーん、おいしいよ。うん、こう見てお箸で食べる。うーん、うーん、おいしい、甘い。うーん、バーベキュー初めて一緒にするね。そうね、俺はするタイプじゃないからでもお肉焼いてくれたじゃん。なんかさ、うん、あれだね、本当にプライベート空間だからさ、うん、居心地がいいって感じじゃない？なんか普通にさ、バーベキューしようと思ったら絶対誰かしらいる場所になるじゃん。だから俺みたいな繊細さんそうそうそう、繊細さんだよね、本当に。今すごい抜群のロケーション、うん、うん、誰にも合わないもん ね。でもあれだよね、もう一個お隣にあの、うん、お部屋があるから、ちょっと被ることはあるかもしれないけど、でも今日は誰も泊まってないって言ってたよね。言ってた。うん、だからここ一組だけね。うん、何してんの？うん、やってた。お肉すごいね、大きいけど、うん、さらっと食べれる。うん、もうないの？あ、こっちか。うん、え、なんか温め直そうと思って。うんうんうん、最終です。いや、ジャックの誕生日だけどさ、こっちが楽しい。俺らのなんかあれやな、特別な日みたいになっちゃった、うん、なっちゃったよね。でもまあジャックも楽しそうだよね。めっちゃ楽しそうね。めっちゃ走ってるもん、いつもより走ってる。うん、
いつもだって誰かしらいるじゃん、ワンちゃんたちは。やってたな。ピョン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 走り回ってます。はあ、食後のデザートも楽しみ。ね。うん。スタッフさんがめっちゃいい人。全部さ、用意してくれて、まあ当たり前なのかもしれないけど。いやでも、すっごいよね。する。うん。そういうのなんかにじみ出てるね、顔とか、態度。すごいよ、ね。すごい。でも最近さ、そういう人たちに出会う確率高い気がする。本当に出会う。みんななんかいい人たちばっかり。だよね。名古屋に行った時のさ、ね、ひつまぶしに行ったんかな。そう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 。ちょっと暗くなってきたね、うん。でもなんか全然寒くない、思ったより。ね、この日のおかげで。うん。焚き火みたいな感じで。うん、はい。アヒージョのカマンベールチーズをパンにのっけて、いただきます。チーズ。なんかさ、すっごいお水美味しく感じるんだけど。いいお水。いいお水？この辺のお水？パプリカ。すごいちっちゃい時に家で焼肉パーティーしてたの思い出す。野菜で。肉もだよ。野菜だけだったら悲しくない。焼肉パーティーで。懐かしい。やってた？焼肉パーティー、なんかホットプレート出して。ああ、やってたよ。焼肉は家で食べるから、うちは。しかも男子多いじゃん。うん、ね、ヤクジレアが言うと姿を現した。なんかさ、このさ、ジャックっていう言い方のさ、発音の違いでさ、来たりするよね。あれ、もしかしてなんかもらえる声とか、これは怒られるからやめとこうとか、ジャックって言ったらダメだけど、ジャックってハテナみたいに言ったら来たりするんだよね。聞き分けてるんです。なるほど、うん、ジャックが甘えん坊してきましたね。えジャックくん、たまにあるよね、抱っこしてみたいな時、うん、なんか怖いことあんのかな。どうしたの、ここがいいの、かわいいね。なんかも抱っこがいてきたんだけど。あらら、なえるくん、じゃあ代わり番号ね、ちょっと待ってて、うん、ぎゅっ、暗くなってきたね。街綺麗だよ。見て。お部屋がオレンジの光で綺麗。ジャック、ほら、ナエル君乾いたいって言ってるけど、まだやだ。まだここがいい？甘えん坊だわ。なんか小枝さんの入ったら、小枝さんなくしてくれんじゃない？抱っこ？満員ですもん。満員なんですけど。なんかね、お肉さ、うん、焼いたらワンコたち食べれるって言ってたから。そう、塩コショウ振ってないから、だから今焼いたの乾かしてるじゃなくて冷ましてるんだけど、あげたいと思います。美味しいかな、お肉。よかったね、繁盛日っぽいやん。こんな広いのにここの人口密度すごいんですけど。そうよ、吸収あげます。お座りは、お座りして、お座り、待て待てだよ、待てジャック、待て。よし、よかったね。そうだね、おいしい。なんだこれって感じ。おいしかった、早っ。味わったかな。ごちそうさまでした。デザートが来ました。これはね、お部屋でいただこうと思います。クリーミーブリュレって言ってたんだけど、すごい美味しそう。で、私はね、紅茶にしました。小枝さんはホットコーヒーです。いただきます。それではデザートいただきます。デザートタイム。私はミルクとお砂糖入れちゃった。あ、うまい、その間に。うん、あ、美味しい。すごい硬い、いい感じ。カン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 って。わー、クリームブリュレだ、ほんとに。いい感じ。あー、ダークミルク、ベロッとして。すごいカリカリ。でね、今プロジェクターをね、セッティングしてもらって、あの寝室の方に。めっちゃいい感じ。すごい。しかもディズニープラスが見れるっていうね。何見るのかな？マーベル。マーベル関係ですね。好きなので。最近見れてないから。そうか。久々にいいかもね。確かに。違う違う。勝手に。お前は、俺に笑ってる。
ちっちゃい声でさ、あの人のギャグ言ってんじゃんよ、加藤さんの。カチカチやって。面白い、本当に。美味しい？ね、やっぱりデザートは別皿です。別皿じゃない。別皿。まあ、ある意味。別腹。すごいね、料理も違う。ねえ、美味しい。はい、ということでお風呂入ってきました。なんかここスクリーン設置してくれてて、お風呂入ってね、すぐ小石さんがもう見てたからさ、私も寝っ転がって見てたら髪の毛乾かすの忘れちゃって、そのまま乾いちゃって、やばいと思って急いでヘアオイル、四季のヘアオイル塗ってって感じなんで、ちょっと変な髪の毛になっちゃったんだけど、今ね小石さんはお風呂に入ってます。音聞こえるかもしれないんだけど、なんかさ色が変だよね。大丈夫かな、スクリーンからの反射かな。でここに日記があるんだけど、今日の分の日記を書いてもう少ししたら寝ようかなっていうところなんですけど、とってもいい一日を過ごせました。で明日の朝ごはんも楽しみなんですけど、そちらまたねこの動画続きで撮っていきたいと思っているので、この手はちょっとあの変な色にならないようにちょっと置かせてもらってます。皆さんもお楽しみにしててください。ここ最高です。あのもう本当にベッドに入りながらね、大きなスクリーンでねディズニーチャンネル見れたり YouTube 見れたりして最高すぎる。てな感じでノエル君とジャック君はもうぐっすり今眠っております。ノエルはここにハマってます。ジャックは自分のお出かけ用のハウスをねいつも車に積んでおいてるんだけど、それをね特設テントみたいな感じで今あの作ってるので、その中でねんねんしてます。ということでこの手やだ。明日の朝も撮るのでお楽しみにしててください。おやすみなさい。ジャック君行くよ。おーい、スタート。ナエルも行った。気持ちいいね。おはようございます。寝起きのすっぴんの髪の毛ボサボサの、すごくないここ癖が、はい、感じです。朝起きて庭に出てきました。空気が美味しいですね。今から朝ごはんを食べます。ライオンみたいなんだけどあそこでね、昨日あのバーベキューしたところで朝ごはんを食べます。楽しい、いいね、笑顔だね。ナエルも今日も探検中。ナエル小江さんはあっちにいます。ほい、何やったの。エル応援してる。ああ、重ねてる。ああ、疲れた。楽しい。楽しい。ああ、ちょろちょろ。おい。疲れた。疲れた。お疲れ様、ジャック君。小江さんがここ一周の歩数を数えに行ってます。ジャックもついてってる。ナエルはここなんだよね、見てるんだよね。じゃーん、朝ごはんが来ました。ものすごく美味しそうね。美味しそう。彩りがすごく綺麗で、お魚もあります。大好きな鮭ですね。しかもこっちにご飯おかわりできるという。じゃあ朝ごはんゆっくりいただきます。いただきます。染み渡る。美味しいね。はい、チェックアウトして出てきました。ちょっと後で感想話そうかなって思ってるんだけど、今からちょっとだけ走って1時間ぐらいで木更津の方に着くんだけど、そこで私がねいい感じのカフェ見つけたから、そこでちょっと飲み物とかテイクアウトして飲みながら帰ろうと思っているので、向かっておるおるところです向かっておるところ、向かっているところです。どこの時代のどこの人みたいな。ドーナツが来ました。コーヒーが好きだ。
かわいい、これなんかピクニックセットみたいにできるんだって。アイスラテいただきます。面白いこのストロー、2本なんかちっちゃいのくっついてる、マドラーみたいね。うん、あ、おいしい。あ、下がミルクだからか今。わお、これホットのソイラテですね。ソイラテです。じゃーん、塩キャラメルドーナツ、いただきます。食べてばっかり本当に。うん、サクサクもちもち、出来たて。うん、ベーシックもあった。こっちベーシックあるよ。ベーシックもベーシックにする。一口食べようか。うん、おいしい。なんかドーナツっていうかもう揚げパンみたいな感じ。ちょいちょいちょい。やばい、両端いってますよ、ね、自分でもね思ったのめっちゃついたなって。そう、ベーシック。うん、ベーシック、おいしい。おいしい、うん、それ砂糖がかかってるの、うん、美味しいです。木更津にあるのでぜひ近くの方とか、あと木更津とかはアウトレットあったりするから帰り道とかにね。いいね、駐車場広くて。そう、20台も止められるの、うん、なんかでもリンゴ飴屋さん、うん、あるね、もうあるからその駐車場にはなるんだけど一緒に止めていいですよって感じだからね。リンゴ飴専門店。そう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 。ハバードーナッツです、どうぞ。エスプレッソ味。え、ベーシックとはちょっとちゃうよ、食感が。え、そうなの。うん、へぇ、揚げパンって言った意味が分かった。確かにこの2種類はそんな感じだわ。うん、サクッもちみたいな、もちって感じ。うん、はい、ということでちょっと Vlog 長くなったかもしれないんだけど、今回はジャク君の誕生日で遊びに来ました。すごいあのドッグラン広くっていっぱい走ってたし楽しめてたんじゃないかなと思います。ちなみにジャックのお誕生日は3月15日、お迎えした日が5月28日のお庭最高の日なんです。わかりますか。5庭になっちゃうけど、お庭最高ということで、ジャック君は今日はお庭でいっぱい走ってたのでよかったと思います。ということでこんな感じでみんなでのんびりしながら帰っていきたいと思います。ということで、うん、次の Vlog もぜひぜひお楽しみにしててくださーい。バイバーイ。あ、出てきた。バイバーイって。おやすみなさーい。